ズボニミルソルドは、ユーゴスラビアザグレブ出身のサッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは、MF、DF、地元、ザグレブを本拠地とする、強豪 NK ディナモザグレブでキャリアをスタートさせた。その後、NK ザダル、NK インケルザプレシッチを経て、名称を変えた、NK クロアチアザグレブへと、再び移籍。1996年に、 ブンデスリーガの VFB シュトゥットガルトへと移る。シュトゥットガルトでの最終戦1996年8月17日のシャルケレイオン戦で、ヨアヒムレーブ監督によってスタメンに起用されリーグデビューを飾ると10年間に渡って同クラブでプレーし、200近い試合でキャプテンを務めた。3度 DFL リーガポカールの決勝を戦ったほか、1997年には、 DFB ポカールを獲得した。1994年4月20日の国際親善試合、スロバキア戦で、クロアチア代表デビューし、ユーロ1996、フランス W 杯、日韓 W 杯にも出場。フランス W 杯では、クロアチア史上最高位となる大会3位に貢献した。日韓 W 杯後に代表引退。2007から08シーズンにより、フルス、 GNK ディナモ・ザグレブの U-19 チームを指揮する。2008年1月にはブランコイバンコビッチの後任としてトップチームを率い国内2冠を達成したが、クラブ上層部と対立し辞任した。2009から10シーズンより 1FC ケルンの監督として招聘されるが、翌シーズンは最下位に転落した2010年10月24日に解任される。 2017年2月より中国長級の三刀路納続級クラブの指揮官に就任したフェリックス・マガトの下でアシスタントコーチを務めるが同年12月にマガトが解任されたことに伴い自身も中国を去った2020年2月25日に FC アトミラバッカーメートリングの監督に就任するが9月13日に個人的な理由で辞任したありがとうございます